シープシャンクスは月の表側にあるクレーターであり、月の北部に位置する。イギリスの天文学者、リチャード・シープシャンクスの姉であり、リチャード・シープシャンクスの死後、彼の遺産をケンブリッジ天文台に寄付したイギリスの事前家、アン・シープシャンクスにちなんで名付けられた。シープシャンクスは氷の海の北の端に位置している。シープシャンクスの南にはアリストテレスが、 シープシャンクスの北にはクリスチャンマイヤーが位置しており、シープシャンクスの北東にはケーン、シープシャンクスの南東にはガレ、シープシャンクスの西にはアルキタス、シープシャンクスの南西にはプロタゴラスが位置している。シープシャンクスは円に近い形状をしているが高緯度に位置しているため地球からは南北方向に潰れた楕円型に見える。 シープシャンクスの周壁の南東約3 0トルにはシープシャイクス谷と呼ばれる狭く長い谷の生誕がある。シープシャンクス谷は氷の海の上にあり、生誕から東北東に向かって約2 0 0トルにわたって走っている。シープシャンクスのごく近くにある小さな無名のクレーターについてはアルファベットを付加することによって識別される。ありがとうございます。